イニングルームの9回目の反復における複数の SCP-1992、一実態。アイテム番号 SCP-1992。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1992 はサイト77のユーリクドスクプ島にある標準セキュリティ保管室に収容されます。配備される警備員には、収容違反を起こす可能性のある人物が SCP-1992 に入った場合でも中に入って追跡しないように通知されています。もしその人物が30分を経過しても SCP-1992 から自らの意思で退出しないのであれば、可能な限り早くその人物を拘束し連れ出すために1台のセキュリティドローンを飛ばします。説明 SCP-1992 はケンタッキー州にあったモービルホームです。それにはリビングルーム、2つのベッドルーム、キッチン、クローゼット、および客間が含まれています。入手可能な歴史的記録によると、それは1950年代のある時点で建設されており、建物には築年に相応の摩耗と損傷があります。しかしながら、1972年より早い時期にこの建物の異常効果の報告はありません。もし知的生命体、以下被験者と呼ぶ、が SCP-1992 に入ると、SCP-1992、一実体の出現を引き起こします。SCP-1992、一実体は表面的には被験者に似ている単純化されたヒューマノイドです。SCP-1992 内の部屋間を移動すると、利用可能な各出入り口において SCP-1992、1の一実体が出現し、被験者がその方向に移動した場合に行う可能性のある行動をします。SCP-1992-1 の各実体は SCP-1992 内を移動し続け、それにより追加の実体が出現します。実体は SCP-1992 内のオブジェクトや家具を使用することができ、このことでもさらなる SCP-1992-1 実体の出現が引き起こされます。SCP-1992-1 実体の数が増えるにつれて、反復ごとに SCP-1992 の内部は追加の空間を獲得し、建物内部において存在し得るあらゆる内装を生成するように見えます。これらの拡張部分は SCP-1992 の既存部分と同一ですが、レイアウトは変更され、あらゆる可能な方法で配置されます。SCP-1992 が拡大するにつれて部屋は細部を失い、最終的に部屋は単調な白色になり家具がほとんどなくなります。不思議なことに、ベッドルームに対する改変は報告されていません。SCP-1992 の複数の被験者は、数体の SCP-1992、一実体が同じ活動に揃って参加している姿を見たことを報告しています。被験者が SCP-1992 から完全に出ると、SCP-1992、一の全実体は消え、内部は元の空間に戻ります。SCP-1992、一実体が知性を見せたとの報告はありません。付録 1992A を参照してください。SCP-1992 は1995年9月18日において異常な活動の報告を調査していたエージェントにより発見されました。最初の発見時にエージェント、リス、ボイドは SCP-1992 の中に入り、これから台所に向かって移動すると報告を行いました。直後に、5体の彼女のコピーがダイニングルーム、リビングルーム、クローゼット、バスルーム、階段に向かって移動していることを報告しました。彼女の退出後、現在の収容プロトコルが制定されました。SCP-1992 は1996年1月30日に収容され、ユークリッドに分類されました。ホイ 1992-A 2002年8月20日。SCP-1992 の異常効果の実験中にカッツマン研究員は SCP-1992-1 実体とコミュニケーションを取ることができました。今日まで、これが実体が知性を見せた唯一の機会です。インタビュー対象 SCP-1992、一実体。インタビュアー K カッツマン研究員。前書きカッツマン研究員は SCP-1992 に入り、すぐに実体の一つとのコミュニケーションを試みた。カッツマン研究員、私を理解できますか？SCP-1992-1、私たちはその人、ザマン、に答えることができる。私たちは沈黙を保つことができる。
カッツマン研究員、あなたの目的は何ですか？ SCP-1992-1、私たちはこのものに特化した答えを述べることができる。私たちは全体的に私たち全てに対する答えを述べることができる。私たちは、目的、の明確化を求める。私たちは沈黙を保つことができる。目的、を定義せよ。カッツマン研究員、あなたがいる理由、存在する理由は何ですか？ SCP-1992-1、私たちはこのものに特化した答えを述べることができる。私たちは全体的に私たち全てに対する答えを述べることができる。私たちは前半の問いに答えることができる。私たちは後半の問いに答えることができる。私たちは両方答えることができる。私たちはさらなる明確化を求める。私たちは選ぶことができる。SCP-1992-1 とカッツマン研究員は15秒間沈黙する。カッツマン研究員、あなたは危険ですか？ SCP-1992-1、私たちはその人に答えることができる。私たちは沈黙を保つことができる。私たちはその人に同じことを尋ねることができる。私たちは嘘をつくことができる。後書き SCP-1992-1 はこのイベント後にコミュニケーションを継続せず。またこれ以後どの SCP-1992-1 実態もコミュニケーションを試みていない。